サンテミリオン地域は、ボルドー近郊の町3イコールテミリオンを中心とする地域のユネスコ世界遺産としての登録名。サンイコールテミリオンのコミューン共同体になっている8つの市町村を含む、中世以来ブドウ栽培やワイン醸造の盛んな継承地であり、サンテミリオンの名は、ボルドーワインの主要なブランド名の一つにもなっている。このため、世界遺産では、 ブドウ畑も登録の対象とされた。登録名に用いられたジュリディクションは中世の裁判権や管轄権のことであり、12世紀にイングランドに支配されていた時期に遡る地域区分である。そのため、サンイコールテミリオン管轄区などと訳されることもある。なお、サンテミリオン氏はそれ自体が世界遺産、サンティアゴでコンポステイラの巡礼路の途上にあり、 地下をくりぬいて作ったモノリス協会などの歴史的建造物も,もある。3イコールテミリオンの町並ンイコールテミリオンの町並みサンイコールテミリオンのブドウ畑。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。